ドライバーは、ヤエス出版が発行する自動車雑誌である。1964年創刊。コンビニで買える大衆誌としては、最も古い。雑誌の大きさの関係で、価格は異なるが、内容的にベストカー、ホリデーオート、カートップなどがライバルとなる。2007年2月に創刊戦後を迎えた。毎月5日と20日の月2回刊だったが、 2010年8月号から月刊誌になった。特集や新型社の解説、市場リポートが多く、連載記事はあまり多くない。特集では燃費や加減速性能の記事も多い。また、警察や行政を批判する記事や連載が比較的多いのも特徴である。近年は30から40代の読者をターゲットに80年代から90年代の 旧車を取り上げる特集が多い。グラビアなどは、自動車と関係のない一般のアイドルは、もちろんのこと、レースクイーンやモーターショーのコンパニオンも含めて、あまり見られない。そのため、読者像が幅広く、読者コーナーには、小中学生の描いたイラストや投稿が掲載される、こともある。掲載される記事は、日本車が中心である。輸入車も取り上げるが、 扱うページ数は日本車よりも少ないことが多い。例外として2006年にドイツ製スポーツカーイエスを1年にわたってカラー2ページで特集記事を組んだぐらいである。半年に1回の頻度で国内で販売される自動車をまとめたオールアルバム系統の特集号を出すことがある。ありがとうございます。